ライアンクリーだ。あー、これターンオーバーになる。さあ3対1の状況、合わせて最後は加藤、エンドワンになる。なかなかシュートコースが開かないが、加藤、これはアイバナーカス、エンドワンだ。リバウンドに合わせていきました、ラポラス、アイバナーカス。テレンスキング、テレンスキングの昨シーズンは滋賀でプレーをしていました。そのキング、これもエンドワン。土屋信人がアタックに行くが、アイバナーカス、ブロックボードがしっかりつくが、シュート決めてくる。枠側に合わせてノールックパスから江原がスリーポイントシュート。リバウンドは福島、アイバナーカスはここはフリーになった。菅野のシュートでした。ここは枠側、しかし加藤が、あっとうまくいかなかったか。ショットブロック残り1秒だ。ギリギリシュートを放ったがリングに当たった。そしてアイバナーカス、間もなく残り5分起動というところ。中に入れたテレスキング、そしてエンドワンです。まずは加藤がボールを動かす。加藤のアタック、ここはアイバナーカス、ここでアイバナーカスが来ました。さあ今度も加藤、土屋がボールを持ってエチェリケに合わせた。エチェリケのダンク、土屋のアタック仕掛ける、空いたところアイバナーカス決めた。